皆さんこんにちは、マリタインドラムスクールのマリタインです。本日は質問をいただきました。バスドラムを大きくしようとしたら力んで細かいフレーズができなかったり全体のノリが悪くなるのですがどうしたらいいですか、ということなんですが、リズムパターンを叩く上で例えばバスドラだけね大きな音を鳴らそうと思うと例えば手が崩れてしまったりとか左手の音量がちっちゃくなってしまったりとかして、意外とねなんか音量のバランスを意識するのって難しいと思うんですね。だからある程度、8ビートとかシェイクビートとかなんかいろんなリズムパターンがあるんですけど、ある程度パターンができるようになったら次のステップとしてはこういうなんか音量バランスとかノリとかなんかそういうところをしっかりと意識できるっていうのがパターンを覚えた次のステップになるのかなとは思いますかね。この質問で言うとですね、バスドラムを大きくしようとしたら力んで細かいフレーズができなかったりとかっていうことなんで、まずはちょっとねステップとして、バスドラムをまずはね大きな音量で鳴らせれるようにしてみるっていうことをやってみてください。バスドラムの音量の決め手となるのがビーターの振り幅とスピード感なんですよね。で、ビーターがこのビョーンってすごく跳ね返ってきてるところを足首とか足の重みでスピードをつけて大きな音を鳴らすっていうことになります。なのでまずはこの足だけで大きな音量を鳴らせるようにして、でこれをキープしながら、手の練習をするということができればいいかなと思いますかね。でまずはこれと手をしっかりと分離できたらいいので、このしっかりと足を鳴らしている状態で、アクセント移動をねできればいいのかなと思いますかね。ちょっとやってみると、こうこの時に一番釣られるところっていうのが、バスドラムのこの大きな勢いに対して手が持っていかれるっていうね。例えばこの3番目のタッカ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 やったらこの、これやったら一番最初の足が入った時にこう、手が釣られてしまうっていうのはあるので、この手のちっちゃい音とバスドラムのしっかりと鳴らしてるっていうのを、まずはね、こうしっかりと分離するみたいな。足をね、思いっきりこう、しっかりと鳴らしながら、手のタップストロークをする。この足につられて手がこう大きくならないように気をつけてください。それを例えばこう8ビートとかリズムパターンでいくときに、このめっちゃちっちゃいのをこの右手のハイハットに例えば置き換えて、でこの状態でしっかりとバスドラを鳴らせるようにするみたいな。これとスネアがしっかりと入れたら、なんかこういい感じのねこう8ビートができるようになるんじゃないかなと思います。最後にですね、速い8ビートとかでバスドラの音量が上がらないっていう場合、なんかこうバスドラの音量が上がらないっていう原因の、もう結構ねもう多く占めてるのが、足が上がるタイミングを見失ってるんですよね。だから速い8ビートでツッタツッツッタって右手がたくさん動いてたら、ここのリズムを基準に足が上がっちゃうんですね。こうじゃあこのここのツッツッタウンツッツッタウンで足が上がっちゃうので、すごくね窮屈なリズムになっちゃうみたいな。こうしっかりと上がらないんで、このここの振り幅がうまく使えずに音量が上がらないということがあるので、まずはねそういう時は足と、左手だけでやってみて、で足が十分に上がってるタイミング、スネアが入ったら足が上がってるタイミングかな。この大きく動かしてるやり取りをに関わらず、この大きく動かしているやり取りをしっかりとキープできれば、バスドラの音量がしっかりと上がってくるかなと思います。まずはしっかりとバスドラを鳴らせるようにして、でそのしっかりとバスドラが鳴っている状態で
手をめっちゃちっちゃく入れるみたいな、なんかそんな感じで練習をしてもらって、でそれをさらにこう8ビートとかリズムパターンに応用してもらったりとかで、早いリズムパターンを叩いたりとか細かいのを叩くときは足が十分に上がってるかっていうことを、確認するっていうことが大事になるので、足の上がるタイミングっていうのを意識してみるといいのかなと思いますかね。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。